なんか今僕の靴下を通りましたよね、ですね、どう考えても。楽しいですね。はい、じゃあご飯作りますか。今日はですね、いろんなことしなきゃいけない日になりちゃいましたね。鶏をね、煮て食おうと。ちょっとこの手羽元が安くなってたんで、これも使おうというね。それで煮てやってしまうのと、それと、生姜とね、一緒に鶏を煮て、ごま油とかなんかでこう一緒に煮るっていうんですね。でもう一個はこれね、こっち、昆布をね、使って、これだよね、これ。はい、やっぱ、はい、こっちね、いろいろと買ってきました。どこ行ったっけ、サンマとカレー買っちゃったんだよね。これだね、これ。これ。そろそろこういうの出てきましたね。鮭のあの、ブツになったやつね。これこのぐらいずつ切って、昆布巻きしますから。今日は昆布巻きをやる一日。あと、サンマはこれ、このままぬか漬けにしますからね。サンマぬか漬けね。それからこれは鶏を煮ます。煮て、柔かくなったところでぶつ切りにしてごまとなんだかで食っちゃうぞ、おうっていうやつですね。難しいね。さっきパスタ作りましたこれね、はい、これねまだちょっと残ってますから、後で食べましょう。これでねこうやって、どうしようか、鶏を煮るのどれで煮よう、これで煮ようか、これで煮ねえと切れねえかもしんねえな。これがフェンネルかなんかね、入ってます。パイアッパー。じゃ、これで煮る？そうしようか。よし。あれもやっつけないとダメですね。昆布巻きも始めないとダメなんで、昆布巻き。生姜、鶏は半分でいいですよね。なんか舞ちゃんがもう俺のご飯まだってすげえうるさいですから、先になんかあげちゃいますか。舞ちゃんのご飯これですね、これね、これ舞ちゃんのご飯です。ビールもあるでよ、ビールをやんでよ。はい、じゃあまずこれをタカタカと言いましょう。温めてる間に鶏手羽を取っていこう。これは油でね、さっきのネギと生姜、ネギと生姜で鶏を煮ちゃうんですね。これをね、煮るんだけど、それ煮汁がそのまんまいっちゃうから、それなおかつこれが沸騰させないでずっと煮るからね、沸騰させないですと、沸騰したところで止めてみますから。お二つ入れちゃう。すごいね。OK。はい。で、これはこう切って、コールドチキンになりますからね。コールドチキン。コールドチキンがコールド。で、せっかくだから残ったやつはそのまんまスープにしちゃえっていうんでね、これ全部一回、これも下ごしらえまずしちゃおうか。下ごしらえのうちの4つぐらいを一緒に煮ますね、ここでね。手羽元のね、下ごしらえはここをこう立ってやって、剣を抜いてやってね、剣を抜いてやってこうやって外に向けましょう。これでもう OK ですね。これで手羽元は一丁、こっち側からこうか、こうだね。骨の髄まで味わってやるよお前を、なんかちょっと何ですね。ちょっと切りすぎかな、これ最近なんですよ。
こうやってから揚げるとね、また美味しいんだわ。3つぐらい入ってればいいかね。まずは3つ入れちゃおう。残りの人はまた処理して塩しておきますけどね。まずはここまでで、この人を、はい、これね、生姜とネギですね。生姜とネギ。ネギは多いとこ使っちゃおうか。ネギね、生姜。生姜は生で食う場合もあるからね。包丁変えておきましょう。これね、こう生姜が入ります。ボンブロスってこっちじゃないけどね、このぐらいね、入れて。セロリだな。セロリは葉の方だよね。この辺を入れてあげよう。で、塩に、うん、このまま煮ましょう。はい、このまま煮ます。はい、ゴーゴー。それで蓋だね、落とし蓋。これでいいかな。もうちょい水入れてあげようか。あと何入れればいいんだろうね。ちょっとなんかもうちょっと塩入ってもいいような気がしますね。このね、はい、 OK。 それで次は昆布巻きしなきゃいけないので、かんぴょうどのぐらい使うかね。半分まで使うか。あの鮭を利用するんでね、1本でしょ、2本、これ3つぐらいできるかな。これ1本で2つかな。1、2、まあ、かんぴょうはね、余ったら余ったでまた何か使いますからね。これね、このぐらい使おうか。水で戻して冷蔵庫に入れておいてもいいんでね。ほんとか、いいんか、それで。ほんとにいいんですか、松屋さん。はい、どうでもいいんです、はい、で、これがね、巻き昆布ですね。巻き昆布、柔らか巻き昆布ってのがあったんで買ってきました。どんなだかね、全部使う？全部は使わんでもいいろ。これ、もったいないんですよ、この味がね。こういうのでやっては。なんで、これ、煮る鍋ですから。煮る鍋っていうか、煮るときに使う。すっごいな、この巻き昆布。初めてだよ、これ。ここのやつ使うの初めて。あ、良さげだわ。これ1個2個、これで3個ぐらいできるね。3個でしょ。1、2、これで1、2、3、3個でしょ。6個の、うん、9個つく、10個できますね、これでね。はい、これ巻き昆布ですね。巻き昆布、マコで、これが今日買ってきた鮭のね、頭です。うまそうじゃろ。
すごいよね、血合いもみんな入ってますよね。うわうまそうだね。これ目玉だよ目玉。かー、はい、視力 0.5。 いや、これこうちょうど半分ぐらいがいいんじゃないかな。このぐらいでいいでしょ。でちょっと巻き昆布を、巻き昆布はねこうやって開いてやってこうくるくるって巻いておいてあげましょう。そうすると広がっていくでしょ、広がっていくでしょ。もっとね熱いので作りますよ、あのプロは。俺ほらアマチュアだからさ。何やお前、すごい時だけ何アマチュアだとか言うたら、おい、ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃないよベビーベビー。なんか意外とでこれいい巻き込みだわ。このメーカーの初めて使いますけどね。本当に買った巻き込みによって差が出るから全然、うん、良さげだね。 OK OK。 あ、これこれこんなにいらなかったかも。これでこうやってこうやってやろう。よしよし、これはいいわ、これでいこう。こうやって、あ、なんかお湯が。うん。このゴロゴロって煮えたらまた弱火ね。こうやってやって、こうだね。両端から出ないようにしてあげて、こう巻いてやって、ここで、一回縛ってやろう。よくうちで買ってたさ、あのお店の昆布巻きがあったんだけどね、そのお店行ったのも3年前からやってないんだよとかなんか言って、あ、そうか、俺来てなかったんだな、勘弁、俺が潰してるのもんじゃんってねえ。はい、こうやったら、こうやってやると外に出ないからね。うまくいかねえじゃん。まあいいよ、これで。ここかんぴょう足りねえじゃん、2本じゃん。これ目玉入ってんだよ、目玉。これ目玉入り、はい、この長いの目玉入り。ちょっとこれもう、ここだとちょっとあれだね、気が強すぎるね。ホタル火でね、ちょっとやってやりたいんで。5分、はい、5分ね。5分間これ水をじっくりとやっつけたら、上下返したらいいか。これ手羽元が入って5分間やったら火止めて、そのまんましばらく置いていきましょう。ちょっと水足りないね。
キャプテンが入ってしょっぱみはどうなんだろう。まあ何はなくてもしょっぱみを見るとね。うん、ベリーグッド、 OK です。 OK、 じゃあ昆布巻きしようか。これもほら目入ってる。これこのままいくか。うん、これこのままいってみよう。昆布は足りるね。一本で三つできたからね。これをまたこうね、巻いて、巻いて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 。昆布はちょっとこうやって作ったからね。知らねえさ。これはすごい不思議な。香りの昆布だ。すごいなんか種類違うみたいね、いつもの昆布と。そんなことあるんだろうかね。みんなできるかな。まあ色おほほほ、はい、これこのままいくか。これはちょっと無理でしょう。そうするとどうだ。好みのところいいよね。こういくか。うん、これはいいかもね。まずはこうだね。ここまで。ちょっと前はもう危ないよ。包丁落としたら お前にぶつかんないか。俺の足ならいいけどさ。いや、よくね。俺の足でもよくはない。何が何でも怪我するな。何が何でも怪我するな。俺たちは何よりも怪我が一番ダメ。いや、俺たちだけじゃないじゃん。普通の人は手がダメ。めんどくせえ、これだけでいくか。こういうことでしょ。だんだん面倒になってきますよね。かんぴょうって絞らないとダメなんだよね、確か。毒が混ざってんだよね。毒っていうか、なんかよろしくないものがあるんだよね、確か。よし、これでいけ。ほら、これ側にちょっと側がちょっとこう見えてますけど、ダメだろう、これ。商品としてダメでしょ。はい、ちょっと引くと思いました。かんぴょうを一回ゆすいで、まあ昆布巻きもやるうちにだんだん上手になるわ。俺もそんなもんかい。
だって昆布が大変だもん、もう。あるまだもう一個。帰国すればもう一個あった。これどうやろう。これ無理じゃん。巻き込むもう一個あったよ。じゃあちょっとやってみようか。こうじゃねえな、絶対な。こう巻いて、そのままこう横にして、こう巻くかな。これも違うろう。でもまあいいよね。練習だからね、人生ね。人生は練習。失敗こそが人生の醍醐味よ。いや、そうですか。失敗しない方がいいと思いますよ。そりゃそうだよ。失敗しない方がいいに決まってんだか。このかんぴょうあれだね。ちょっとこれとこれ余ったやつこうやって結んでみようか。なんかいいことありよう。ミサドーナツ、あ、まあ後でな。はい、まずそれよりかんぴょうみんな巻かねばね。これ結構な量だよ。これ結構な量だね。あの頭の部分だよね、これどう考えても。これ鱗だろ、これ。これ鱗かなんか。鱗じゃねえだ、あのなんかだよね。このとこちょっと食えねえよね。うん、これなんかヒレみたいね。はい、これをくるくると巻いて、こんな長さ巻くのかな。難しいね、やっぱり。どうやって巻くんだか、まあ今度 YouTube 見てみようで。今見ろよ、今。うわ、いいよ、こぶまき。まず一回やってみろよ。一回やってみて、ダメだ、ダメでまた考えればいいんさ。自分の美味しさを探して三千里。このシール使いますからね。コブがせっかく今こうやって俺のところに来てくれた。コブ、自分の美味しさを見つけて3000里。なんで3000里なの。なんか歯を訪ねて3000里だってね。しかし昔そんな3000里も遠いところからメール出したわけでもなしで、よう分かったの。やっぱ昔の人はメールなくてもなんかこういろいろピンって来たんじゃね。かんぴょうもうちょっと出そうか。カンピューどこ？ないぞ、カンピュー。あった。もうちょい出そう。もうちょい出そう。このぐらいで。あ、こっちじゃない。こっち。ね。母を訪ねて3000ビップ。これね、これすげえいいとこだよね。これね。ちょっともったいねっけ。こうやって切ってやる。この頭はね、食べると良くなるんですよ。いや、違うろ。そんなこと言ったら鮭の頭取り合いになるよ。なれ、取り合いになれ。他人を蹴落としてでも鮭の頭を食べて東大に入れ。でも結局いいとこ就職はねえぞ。だいたい東大なんてもうバカバカだね。おい、鮭を訪ねて3000里。
こはね、はい、巻き込む巻き込む、うん、彼女を巻き込むな、なっちゃってね。こうやれば最も少ない昆布量、いや昆布の量を少なくしたいわけじゃないんだよ。それはね違う。マサイさん違いますよ。母を訪ねて三千里、もうかんぴょうも美味しいですよね。こうこうなんか あれを結ぶみたいにしてもいいかもね。なんてちまき、ちまき結ぶみたいにしてもいい。はい、母を訪ねて三千里、もうあとちょっとしかない。どうしようか、これ少し頭の部分を2個ぐらいできるね。これ使ってあげようか、これね、これここ、あれこれ目みたい、違うね。まあいいや、手を着ないようにな。行って、じゃあこれ2つをやったら煮始めますか。ますか、いやもうちょっとできそうだね。なんかかんぴょうが足りないの。こうやってこうやればいいのか、二方向から攻めろ。なんか EV 男優が喜びそう。なんじゃおい、やっぱうんうん、これは面白いぞ、これ面白いね。それやってみようか。これこうやって大きく巻いてやって、えいって切ってやったのを側からもこう十文字に巻けばいいんだよね。はい、じゃあやると全部できましたけど、ビタクラフトの深めの鍋の方でやろうかな。これだとステンの重曹鍋なんで、あちらでやってられますからね。だしはいらねえか。砂糖に、酒で焦がして。大体この手のやつやるときはね、砂糖に酒焦がすからね。砂糖に酒こうさ、これ焦がして、なんか濃い味が出ますから、もうちょっと砂糖に酒で濃い味じゃないと美味しくないからな。砂糖の酒、これに酒だね。沸騰してるところに
すげえ、でげえ。おい、こんなもんでいいんかよ。中は鮭の頭が入ってますからね。わお。これなんか出ちゃいましたね。いらないやつ。で、これが昆布を伸ばした水ですね。はいはい。まああとみりんとか入れて味を見たらこのままこどらしていけばいいでしょう。ずーっと煮てないとダメだから、せっかくなんだよね、みりんを入れても。まゆちゃんがもう中くれよくれよが忙しいですね。ああ、もういい味だよ、昆布で。これをひたひた、いっぱいからひたひたまでずっと煮ますんでね。やっぱこれだろうね。はい、OK。じゃあこれひたひたまで二度ばしていきましょう。そうすると昆布巻きになります。随分時間食うけどね、弱火でね、ずっとコトコトと。まずはちょっと強火。はい、なんかもう体中痛いよ。電子食器の方に任せましょうかね。これはもうそのまんま行けよでいいね。はい、じゃあこのまま行けよ。で、あっちをかたしたら、ちょっとこれがね、ちょっとこの頭残ってるから、これをまた後で見つけるか何するか考えましょう。鶏を揚げないとダメだけど、その前に手羽先みたいにしちゃおう。手羽先ね、これみんなやっちゃわないとダメですね。鶏は今冷やしてますから、そのまま冷えてもらうと食べましょう。ガンガンと行こうぜ、ガンガンと行こうぜ。明日でもこれ、なんだっけ、唐揚げとかなんか使えますからね。これも数こなさないとコツがわからないよね。ただこの手羽元ってのは、あ、こっち側からやらないとダメか。手羽元ってのはこの骨がいいはずだよね。見えてる、前が見えてる。こうなってる、こっち側だね、ここだね。で、えいってやって。うん。手羽元チューリープ。ワイヤマーヌワンってやつだよね。おい。おい、小田和正さ。いやー、なんて言うんですかね。まあいいんじゃないですか。はい。
そういえばあれだよな、小田さんっていう人、女の子いたね。何してるの？いや、何もしてねえろ。手羽元を叩いてるかもしんないよね。この同じ瞬間に俺と同じことしてる人って何人ぐらいいるんだろう。いねえよ。まあやっぱ幸運の病のレシピですから、これしたたくにするか、したたく手羽元ってのはどうなるんだろうな。こうやると本当にあの味わいが変わりますよね。手絶対下に置いとかない方がいいですよ。俺には見えますよ、貴様のような悪人の指が。どうなろうが俺にも知ったことではないが、だんだん正確に下ろせるようになってきてね。さすが斎藤正山玄之介。いや関係ねえよそれ、何の名前それ。こっちも今切ってるので、はい、じゃあ手羽元の勝負終わり。とにかく何かしらやんないとダメだよね。手羽先もそうだし、手羽元もそうだね。手羽先もあの一番先の先頭の方が切っちゃって、まいちゃんのご飯に出すよね。で、塩振ってこうやって置いとくと美味しい下味。これシュッてやるともうあっという間にあの美味しいぜベイビーが出てきるからね。じゃあこれはもう向こうに入れよう。これかここで生物を処理しますから、これはもうしまって、本当あれだよね、半分ぐらい下ごしらえだよな。下ごしらえは女の罪。いや違うよ、罪も何もないよ。はい、じゃあこここういって、ぬか床に、サンマつけなきゃダメだね。カレーはまあいいかな。明日は唐揚げしましょう。朝一かな。おい、何始めるんだよ。はい、じゃあ次、サンマね、サンマ。よいしょ。うわー、いいサンマだね。どうしようかね、これね。ぬかで漬けて食べるんですけれども、ぬか床をちょっと出さないとダメでしょ。それタッパー。今日買ってきたタッパーがあったんだけど、どこ行ったの？あれ？タッパーなくなっちゃった。さ、今日買ってきたんだけどね、タッパねえな。ないね。どうしよう、これぬかこう割ってつけようか、どうしようか、これどうしようか。このまんま抜けにする。これなんだよ、ミシンもあるんだよね。ぬかにしんもしてみたいと思って買ってきたんだよね、ぬかにしん。ちょっとじゃあぬか床につけて外に置くか。すげえ、昆布がガンガンに入ってた。気がつかなかった。
これをじゃあみんなぬかにつけようか。こうやって尻尾切って入れちゃおうか。どこ行ったろう。ないね。どっか行っちゃったよ。隠されちゃった。じゃあここにぬか床を足します。で後でタッパーで作るようにしましょう。でぬか床をねまず出さないといけないですから。ぬか床。よいしょ。はい。今日はぬか床から出すだけですね。かき混ぜてぬか床を出すだけです今日。よいしょ。うわすごいぬかの香りが素晴らしい香りがする。水は残しましょう今日はね。ちょっとぬかを抜いてしまいますからね。こちらにぬかを持っていきます。うん。この辺をね。うん、すごい香りがする、ぬかの。この辺ね、そのまんま行きましょうか。うまそうじゃの。これを全部。ぬかの底の方にはね、水がすっごい溜まってるから、これこう出してやって、こっちへ入れてあげましょう。これちょうどいいね。タッパーじゃなくていいや。昆布とかもありますね。おお、今ね、そこからね、あれの香りがしましたよ、一気に。生姜。ね、生姜が、新生姜がすごい入ってんだわ、今。生姜のね、エキスが多分すっごい入ってきてると思うんだよね。うん。ここを掘っておいて、今日はセロリが。セロリ軍団を見ましょうかね。セロリね。セロリの葉の方はね、ずいぶん入った方がいいんですよ。溶けて、いろんな味がね、上がってくるからね。それから根の方も入ってもいいよな。柔らかい根だって書いてあったからな。これを入れてあげよう。これ食おう。明日行こうね、これが。これこの中入るようにしましょう。セロリアン、デロリアン。おい、これここ入ってね。はい、入ります。すごい香り。ずいぶんぬかを外に出したから、今度はここにぬかをね、入れてやらないとダメですね。ぬかを足してやって、これを材料にして、中で微生物が活動をするというのがね、今考えている仮説ですから、果たしてどういう風になるかね。まあ、作りましょうかね。はい、これは下に置いて、
はい、こっちニシンもね、ぬかで、多分ニシンも美味しいと思う、ぬかで。あとはこれはあのサンマですね。サンマもぬかが美味しいはず。で、あのよく売ってるぬかとかなんかってさ、結構とあのあれでしょ、乾いたぬかが乗ってるけど、このぐらい湿ったぬかが乗ってないとダメだと思うよ。塩ちょっと欲しかったかな。まあいいや、これはこのまま常温に置きましょうか。冷蔵より常温の方がいいような気がする。はい、じゃあこれをこのままラップして、明日以降の美味しい君に会おうじゃないか。はい、会いたいって言ってる人いるから、これあげようか。はい、これね、おしきみ、おしきみまいちゃんご飯ね。はい、またないでいいよ。あべ、俺いい子、いい人、いい人、俺はいい人、優しい子。は、はい、じゃあ次はこっち。まずはちょっとね、今頑張った魚とかをさばいたものとかを並べておきましょう。30分ぐらい経ってるかね。30分ぐらい経ってると思うんで、もうこれをねこうやって揚げちゃって、どんなじゃん。ほう、この人はもうこのままザーッと切って醤油で食うからね、いいでしょ。醤油で食うっていうか、これうまそうだね。このまま食えるね。でこっちはもうこの人たちはいらないんで、このままこのままのスープでどんなだろう。すごいね、ギラギラになっちゃったね。おいしいわ。オッケーオッケー。じゃあこれはまずは中身こしてやって、こしてこう出してやって、豆苗入れようと思って買ってきたんでね、豆苗ね。どうやって出せばいいんだ、これは。ボウルにいっぱい出すか。この人たちはもう十分煮えてるんで、これ以上煮ると溶けちゃうからね。油すっごいね、やっぱりね、ギラギラしてるじゃない。おお、ね、はい、じゃあこれがベースになりますね。ベースのスープストックなんですね。それでこれがこれから鶏のこれをばらしてあげましょう。鶏は入れていいでしょうかね、このままね。うまいからね、うまし。鶏は入れる。でも鶏も後でいいか。骨だけ一緒に入れちゃおうか。骨は長く煮ても美味しいから。身はね、ある程度以上煮るともうあんまうまくないさ。はい、OK。で、このキノコが来ました。キノコをね、これから
煮てあげよう。このぐらい煮ればもう、うん、いいね。これね、うまそうじゃろ。はいはいはい、はい、そしたら豆苗だ。青いものというか豆苗だ。豆苗の強さがちょうどなんかいいぐらいだよね。この人たちは豆苗だ。はい、オッケー。そしたらこれはこれでいって、ネギ、あの鶏は、小ネギとごま油だな。よし、まずこれは水で洗って洗って、はい、これでほぼしまい。これはな、すごいね。大丈夫だよ。ちょっとじゃあ、うん、やっぱ沸騰してそのまま放り投げておきますからね。で温度が下がるから結構うまい。ポン酢なんかでもいいよね。うまそうだね。なんとかっていう名菜だよね。なんとかっていう名菜だよさ。まあ、なんとかでしょ。はい。こっち側はこの辺の人も、ネギはいい。生姜はちょっと入ってるかね。ネギは入らない方が美味しいだろうね。もう溶けてるからね。セロリはわずかにちょっと入ってもいいか。これでね。はい、じゃあこれでよし。そうどうだかな。どうだ。うん。うん、いけるよ。少しだけ薄切りにして一緒に炒めよう。そうすると美味しい。はい、出る順番はこれね。それからこれね。骨の部分を切っていきます。あとは骨に。骨にを炒めて、ここにかけるんだって。ひと事やね。そのぐらいはいらないから。ごま油に醤油に塩コショウでソースだ。麺か。よう当たらんぞ。おう、沸騰しちゃうの。
はい、このまんま。まあ少しあのこれ鶏だけだからね、醤油はいらんろ。ああ美味しい塩味のスープ。どうしよう、卵入れようか。最後溶き卵ってのは油を吸ってくれるからね、それでいいかも。でこっち側はごま油。何かなくとごま油いけない、紹興酒ねえよ。日本酒でいいな、勘弁。それでいいことにしましょう。香りがします。はい、じゃあこれで小ネギのソースですね。ソースだな、これな。ドレッシングも、はい、あー酢がねすごく美味しい香りになってますね。こっち側はアクをね、吸ってくれるからね、卵は。溶き卵をね、ちょうど吸ってくれますから。これで、美味しいスープができましたよ。うん、美味しい豆苗の味が。はい、OK です。はい、OK。それでは、あちらに鶏がいっちゃいますんで、この鶏のスープちょっとなんか赤っぽいんだよね。これ怒られちゃいますよね、マサヤさんね。マサヤさんどうします、赤っぽいよ。もうちょっと煮なきゃいけなかったかな。おいしい。うん、ちょっと赤っぽいね。まあこの辺は甘くないとこ食べても味しようか。ほんで昆布巻きは今コトコトと煮えておりますんで、このままじっくり煮えていけば美味しい昆布巻きができるといいね。まあ最初だからね、何でも練習は最初は下手だから練習するんだろ。あれ味はいいぞ。鮭がだんだん煮えてく味がする。これどう考えても。よし、このまま行こう。はい、ということで、皆さんも美味しいお昼ご飯じゃなくて晩ご飯食べて元気に過ごそうじゃございませんか。
なんかなんかいろいろできました。あとこたつくんもこれはタタタとやっちゃいましょう。ということで、じゃあね、バイバイ。